天ぷらの残り湯を捨てないでまずペットボトルに水を入れます次に水に油が溶けるように石鹸を混ぜますキャップ1杯ぐらい水に溶かします最後に天ぷらの残り湯を投入しますカスは入れないでくださいキャップ8分目ぐらい混ぜたら出来上がりあとは晴れた日にスプレーで油蒸しにかけてね